さあやってまいりましょう。手持ちのつぼすべて紹介し終わるまで終われません。続きましてはスターウォーズよりレイヤ姫ですね。はい、やってまいりましょう。いや、レイヤ姫もね、最初出てきた時ね、いやーすげえ美人な人だなって思いましたね。で、まあまあ、その新三部作の方にもレイヤ姫ね、出てきてくれてましたけど、いや、まさか本人、そのね、なんだったっけ、レイヤオーガナの役やってらっしゃる人、キャリーフィッシュ、キャリーフィッシャーか、さんがね、まさかね、60歳で亡くなられるという、すごい衝撃的な出来事がありましたね。しかもそのお母さんも、その翌日とかでしたっけに亡くなられたっていうニュースが流れてきて、いやー、あれは騒然としましたね、本当に。で、なんだろうね、まあ、レイヤ姫もそのね、あの、ジェダイですから、まあ、なんかその、すごい力が使えるっていうのはわかるんだけど、さすがに新三部作の、8作目だから、新三部作2作目の時に、一回宇宙船から放り出されるシーンがあるんですよ。そっから、メッカーって開いて、ギュイって戻ってくるって。あのシーンはさすがに、いや、それはファンタジーすぎると思って、まあ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 、ね、大元がディズニーだから、みたいなことがいっぱいね、書かれたりしましたけど、いや、ディズニーであったとしても、あのシーンはねえなって、ぶっちゃけ思いましたね。さすがに、あそこまで放り出されて生きてる人間はいない。ダース・ベイダーでも死ぬって思いましたからね。うん、その前にダスレが死んでるけど、お父さんはね、パパラッチはね、いやー、ちなみにそのエイトに出てくる、なんだっけな、新司令官の人、ローラ・ダーンで、なんて名前の役をやってたのかまで覚えてないんですけど、そのローラ・ダーンっていう方が実はジュラシック・パークのね、アラン・グラントの恋人役なんですよね。主人公の恋人役なんですよね。うん。まあまあ、映画では恋人じゃないのか。うん。まあ、その方が出てきて、あ、スターウォーズに参加されてるんだと思ってね。まあ来年放映予定のジュラシックワールド3にもまた出てくるみたいなんでね、そっちもそっちで楽しみですね。はい。ということで、また次回お会いしましょう。お疲れでした。バイバイ。